こんにちは。世界の名作文学を5分で語る時には10分くらいかかってしまうという気楽なコンセプトで世界文学の名作とそれを書いた作家や詩人について気ままに楽しく語っていくチャンネルです。はい、えー、今回はですねキリスト教について話してみたいと思います。えー、まあ、哲学講義でではないですが、あのー ヘーゲルが歴史哲学講義の中で、でですすねね哲哲学学講講義義じゃないかってますけどね歴史哲学講義の中でこんなことをキリスト教について言っています。実際、キリスト教の偉大な点は、そこに込められた深い思想が目に見える形をとって分かりやすく理解され、しかも同時にさらなる探求を促すことにある。だからこそキリスト教はどんな段階の文化にも受け入れられ、同時に最高度の思考の要求をも 満足させるのですまあヘーゲルが大学の実際の講義でこんなことを語ったというまあそのノートをですね本にしたのが「歴史哲学講義」これはとってもわかりやすくて、えー、面白い本ですであのー、今言ったヘーゲルの話をですね、えー、まあもう少し噛み砕いて言うとキリスト教が世界宗教になった理由は どのの段階の文化でも受け入れられらるって言いましたねつまり逆に言えば人間で言えばですね幼稚園の子どもにも絵本,の絵本を使って分かりやすくその本質と深みを伝えることができる宗教なんですねそして、えー、まあ小学生や中学生にもそれなりの分かりやすい文章でそして大人には神学として深遠な思考の対象にもなるだから、まあ、ローマ帝国にキリスト教が布教されたあとは えー、ローマは高度な文化だったから、あー神学としてです、ねえー、発展していくということになるわけですね。そういうふうにこうどんな文化にも受け入れられるからこそ、どんな文化も受け入れたということですね。でまあ、それは仏教も、ね、同じことが言えるわけで、あのー、家宅の人とかね、燃え,えー、燃え残るじゃなくて燃え尽きる家の中で子供が遊んでいる。 ようななものなんだ人生はっていうねあの家宅の例えとかですね、えー、キリスト教的な例え話があって分かりやすく伝えつつ、えー、空海や道元のようなですね、えー、宗教哲学のような仏教にもなるということでまあ要はあ世界の世界宗教になるのはそういうあらゆる文化的水準に対応できるようなもの になってるっていうそういうことなんじゃないかなって思うんですねはいで一体何を言ってるんだと思うかもしれないですけどえっ、ー、とですねこのモーリアックのイエスの生涯っていう本があります、えー、そしてですね我々日本の遠藤周作のキリストの誕生という本があります、えー、そして、えー、後田隆の新約聖書を知っていますか というのがありまして、まあ、この3つを読んだ感想をブログに書いてるんですけども、あのーまあ、このスタンスとしたら、まあ、東田隆さんが書いた「新約聖書を知ってますか?」に書いてる知識を、まああのー、特にキリクリスチャンではない僕が楽しく、えー、学びながら読んだっていうレベルの話として、えー、ヘーゲルの歴史哲学講義を紹介をしましたが、えー、この遠藤周作さんはね キリスト教徒であの日本人の川端康成の後、ノーベル賞を取るとしたら遠藤周作だろうと言われていたんですね。というのも、キリスト教的なこう葛藤や人間の深掘りがあるわけなので、まあ、これはまあノーベル賞委員会にとってはですね、とても分かりやすい話なんですね。えー、仏教的施策を日本人が書いても世界の誰も分からないかもしれないですからね。<laughs> えキリスト教を軸に物事を考えるというのは わかりやすいといととうことなんですねで、えーまあ、このモーリアックはねノーベル賞を受賞した作家でテレーズ・デスケールというですね堀達夫やそれこそ遠藤周作はテレーズ・デスケール命ぐらいねテレーズ・デスケールにはまっていたんですねでモーリアックもとても、えー、キ,リスト教キリスト教徒として小説書くっていう、まあ、キリスクリスチャンである自分をとても意識していた作家なんですね。 でまあ,あのスーパー天才的3文化だったんですけど、えー、テレーズ・デ・スケールの他かに、まあ、イエスの生涯というのをです、ね、わざわざあ書いています。でまあ、これは要は新約聖書の4つの福音書をこう1つの3人称としてですね、えー、小説仕立てで書いてるっていうでまあ、その一個一個に自分の解釈を書いてるっていうね素晴らしい、えー、小説ですよね。はい それに似たような感じだけどこの遠藤周作のキリストの誕生はキリストの死後の話を書いてるんですね。で、えー、キリスト教というのはイエスが生きてる時はまだその教団としても強くなくてですねイエスが亡くなった後弟子たちが教団を維持してたんだけどまあ泣かず飛ばずが続いたけどあの例のパウロが やってきてきですねアンチオキオという当時の大都市ですね、地中海に面した中東の大商業都市、アンチオキオの商人だったパウロが、えー、その商売をやるマネジメント能力だとか、リーダーシップ能力だとか、論理性だとかで、えー、キリストの教えを体系化して、布教をもーこうリードした。それによって キリスト教はローマ世界にも発展するし、まあ、その前にギリシャやアンチオ教やそういったところで発展したんで、まあ、現在のキリスト教の枠組みというのは、パウロが作ったので、えー、パウロ教であるとも一部では言われています。はいでえーまあ、そういう歴史的な背景をいろいろ遠藤周作さん自身がいろいろ書いてるんですけどね、僕はこれを読んで、遠藤周作のキリストの誕生を読んで、一個違うだろうと思ったことがあるんですね。それは、うん えーまあ、キリスト教はね、えー、新約聖書の中でたくさんの奇跡が紹介されています。でまあ、全て嘘だという言ってしまえばそれまでなんですけど、あのー、なんていうんですかね、もちろん死者が蘇るってのはさ、さすがにそれはないだろうと思うし、まあ、完全に失明していた人が突然目が見えたり、えー、完全に歩けない人が突然立って歩いたりとか、あのまあ、しかし、突然立って歩いたって、 いうシーンを僕、見たことあるんですけどね、あのエルサレムでキリストが、えー、十字架を背負って歩いた道っていうのがありますね。でそこにあのそのや子さんがボランティアで、彼女もキリスト教徒ですからね、えーまあ、クリスチャンを連れてそのイスラ、エルサレム巡礼みたいな旅行をボランティアでしてたんですね。それでずっと車いすの人をそのや子さんが付き添いで連れて行って、ですねそのキリストの歩いた道を に車椅子を置いて、さあ、立ちましょうって言ったらです、ね、テレビでやってたんですけどね、その人立って歩き始めたんですよ。でもうね、自分でもびっくりして、泣きながら、そのもう、もうどうですかね、当時の映像で60代、70歳前後ぐらいの方ですかね、そのあや子さんがまあエスコートしながら、ずっと車椅子生活をしてたその人はですね、キリストの十字架を設定。 背負っっててて歩歩いいた道を立って歩いてるんですよ泣きながら。いやー、感動しましたね。<laughs> こんなことがあるんだなと思いましたね。えー、で、まああのー、人間の体は神秘なんで、何かのきっかけとか、キリストのような権威のある人に大丈夫だって言われたら歩けるのかもしれないですけど、あのー、コメオスタシスの回復とか免疫とかいろいろあるからですね。で、そういうことをですね、すべて取り除いて、遠藤周作さんは書いてます。遠藤作のキリストを 象というのはですね果てしなく人の悲しみと苦しみに寄り添う人なんですよね寄り添う人なんですよスーパー寄り添いマンっていうとちょっと不敬ですけどでもね果てしなく寄り添うだけの人にあそこまで僕はついていかないだろうなと思うんですよねやっぱり何らかのそのね、えー、免疫の何のかの回復とかいわゆる いわゆる今風の言葉で言うとヒーリングみたいなねそんな現象がやっぱり人間というこのマシンにはあるんだろうと思うんですよ。で現にあの時々がんとか治りますね。えー、嘘っぽい宣伝の薬を飲んでも治るつまり免疫が自動回復したら何でもできちゃうっていうのが人間の体なんでえー、まあ今の科学でその基則が分からなくても、えー 要は物理的にそういう基序が働いてそうなっているとは思うんですね。あのもちろんですね、例の力によって一気になるって、それは僕もね、そんなことがあるもんかと、僕は <laughs> すいません、そうは思うんですけどね、ただ、あのー、まだ解明されていない心身の基序によって治ることはあるとは思うんです。 でそういうことに対してキリストの働きかけがやっぱりいくつも事例があるからこそ民衆はですねキリストの教えを信奉したんじゃないかなと思うんですね。えー、キリスト教の教えそのものはゲッセマネ派だったかな。 えー、なんとか違うなんとか派っていうのがあってすでにあったんですよあのユダヤ教の宗教改革、えー、神の怒りとか、えー、神は切れて洪水を起こすし光線で都市を殲滅するとその怒りの神のでは疲れるから愛の神というものを概念を作ってユダヤ教の宗教改革はすでに行われていてキリスイエスはその教えを説いてたんでまあ オリジナルってわけででもないんですよね。巧みに言葉がうまいからあの比喩の話を用いてそれを伝えつつやっぱりねこうそうなんかこう免疫系回復行為とかが、ね、あったんだろうなっていうふうにね思うんですよ果てしなく寄り添う寄り添ってくれるからといってあそこまで人がついていくだろうかとねそんなふうに思ったりします。 はいで、えー、そういうですね深い遠藤周作さんのキリストの誕生と、ですねモーリアックのイエスの生涯を読んだ後ですね締めとして、藤田隆さんの新約聖書を知っていますかを読むと、ですね実によくわかるんですよね、いやー、これが一番面白かったね <laughs> <laughs> って思いますけどね、あのほとんどこの後田さんのこの本と遠藤周作のこの本は、中身がかぶります。もう まあそれはキリストのことを書いてるから被るんですけど、キリストが死んだ後の教団の話とかね、えー、遠藤周作さんで読むと深刻なんですけど、後田さんで読むと笑い話になってしまってね、いやー面白かったですね。えー、ということで、えー、はい。 まあ、キリストについてね書かれた小説を3つうーご紹介してみました。あのと、田さんの知っていますかシリーズは本当に面白くてね、シェイクスピア知ってますかとか、ギリシャ神話知ってますかとか、あのー、イスラム教知ってますかとかね、えー、あれは本当面白いですよね。あ,あと、イスラム、アラビアンナイトを知ってますかとかね、そんなんもありましたね、はい。はい、それでは今日の話は以上で終わりまして、えー、今回の夜の停車駅2 0 2 21です今日はですね、えー、高村幸太郎さんという、まあ、さんというっていう、それは誰でも知ってますけど、あの奥さんがね、えー、精神が異常になった千恵子さん、あの、ねあの光るのが阿武隈川っていうね、あの有名なあれがありますけど、えー、今日はですね、その中から、 元祖千恵子。元祖、元素っていうものか。元祖千恵子。まあ亡くなった後ね、千恵子さんが亡くなった後、えー、高村光太郎が東京で読んだ詩です。元祖千恵子。千恵子はすでに元祖に帰った。私は心霊独存の断りを信じない。千恵子はしかも実存する。千恵子は私の肉にいる。 千恵子は私に密着し、私の細胞に輪郭を燃やし、私と戯れ、私を叩き、私を追いぼれの餌食にさせない。精神とは肉体の別の名だ。私の肉にいるチ恵子は、そのまま私の精神の極北。チ恵子はこよなき審判者であり、うちに千恵子の眠るとき、私は過ち、耳に千恵子の声を聞くとき、 私は正しい。千恵子はただ危機として飛び跳ね、私の全存在を駆け巡る。元祖千恵子は今でもなお、私の肉にいて、私に笑う。はい。えー、ということで、本日は以上です。またお会いしましょう。ありがとうございました。